はい、評価の落石のイケメン、慎太郎です。よいしょよいしょということで、重大報告がありまして、この私、慎太郎なんですけども、まあ、生まれてからね、24歳までずっと関西に住んでたんですけど、この度、上京します！よいしょようやく上京ということで、まあびっくりした方もいるでしょう。急にやったんでね、あんま隠してたんでね、近々引っ越そうかなとか、そういうのも全然隠してたんで、実はもう上京しようっていうのを決めまして、なんで、この間紹介した、小映えが大量に発生する、家賃4万の変わった天井の柄のお家は、まあ、退去するということで、そういう感じでございます。で、まあ、上京しようと思った理由というかきっかけなんですけど、前々から高校生の時から、まあ、表舞台で仕事していきたいな、将来はいつかそういう仕事で食っていけたらな、っていうふうに思ってて、まあ、そのためには、じゃあ東京で活動せなあかんな、ってなってて、じゃあ、大学受験と同時に東京行こうと思って。で、東京の大学受けたんやけど、まあ、青学っていう大学受けたんやけど、まあ、落ちてしまって、結局。で、関西の大学行くことになって。で、大学も卒業して、まあ、東京も行こうかなと思ってたんやけど、そこでちょうど同時にグループ活動が始まって、ウープスというグループ活動のメンバーに選んでいただいて、そこ2年間活動してたんやけど、まあ、そのグループも解散してしまって、で、まあ、それと同時に、こう、水溜りボンドの青春動画層という番組も終わって、で、いよいよ、ちょっと、もう24歳やし、最後に、東京で勝負したいなってのがあって、上京することを決めました。はい、ということで、まあそんな感じですね、経緯で言うと。まあ上京したのは分かったと。けど、慎太郎は何がしたいってこうよく思われるんやけど、そのいろいろ YouTube やって、TikTok もやるし、グループ活動もしたこともあったり、ダンス&ボーカルで。と思えば、水溜りボンドの青春動画数というアベマのリアリティーショー出たりと。結局何がしたいんや、慎太郎は、みたいな思われるんやけど、まあ俺は、根底にあるのはやっぱライブをしたい。目標はやっぱ大きいところの会場でライブをしたい。プロフィールにも書いてある武道館でライブをしたいって。はい、その通りなんです。そう。だから、歌とかダンスをもっともっと力を入れていきたいし、そのためにもいろいろ今頑張って動いてます。はい。けど、ただまあ、歌とかダンス頑張っても、やっぱ難しいなってのがあって、YouTube も頑張ろうと。YouTube 頑張ってます。もう自分を知ってもらうために YouTube 頑張ってます。だから YouTube の年明けぐらいの動画かな？でも言ったように、年内10万人という目標は、ほんまに頑張って達成したいと考えています。で、TikTok 100万人も頑張って達成したいと思ってます。あと何がやりたいのって言われて、もちろん僕ね、俳優とかもね、やってみたいって全然思うし、ドラマとか出たいって全然思うし、いろいろこうね、幅広く活動していって、まあ、根底にあるのは、ライブをしたいなっていう、歌とかダンスをやりたいなっていうのがあります。なんで、まあ、今後たくさん応援していただけると嬉しいです。はい。チャンネル登録、高評価してね。バイバーイ。ちょっと待った。あと言うの忘れてた。みんなに大事なことを言わせてた。僕がこうやって、東京にまで上京しようと思えて、活動できてるのは、マジで普段みんなが TikTok のいいねやコメントやフォロー、インスタのいいね、コメント、フォロー、Twitter のいいね、コメント、フォロー、しかも YouTube を見てくれたり、コメントしてくれるみんながおるから、こうやって活動できてて、ほんまに、感謝してます。スパチャしてくれたり、プレゼント送ってくれたりと。もうそういうのをしてくれてるおかげで、今こうやって自分が活動できてます。で、ほんまに感謝してます。なので、最初言ったように、自分の夢や目標が、まあ、ライブをしたい、ステージに立ちたいっていう、歌って踊れるような人になりたい、みんなをこう楽しませるような人になりたいっていうのがあるので、ぜひそういうイベントというか、ライブを開いた時には、ぜひぜひ来てほしいです。はい。で、まあ、ここから1年間、東京で頑張っていくんですけども、ほんまに、この1年間、まあ、中津飛ばずというか、何も結果を残せないようであれば、まあ、表舞台から姿を消そうというふうに決めてます。はい。なので、まあ、そんなことがならないように頑張っていくので、ぜひ、応援、よろしくお願いします。では、みんな、チャンネル登録、高評価してね。バイビー。これで合ってる？うん、合ってると思う。はい、寂しかった。ちょっと寂しい。彼女や、言ってる方。え、付き合ってる？一緒に住みたいと。あっちゃんと住めたらなって。うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。